財布を丸ごと預けるなんて。子供の関係でどっかの国のママと付き合いがある。ある時一緒に買い物に行き、お昼は彼女の希望で蕎麦屋へ。会話は怪しい英語でやり取りをしていたが、メニューは店頭の食品サンプルで選べたので助かった。天ざるを美味しそうに食べながら、蕎麦大好き、天ぷらも美味しいとニコニコとかぼちゃ天をかじってた。まあそれはどうでもいいんだけど、お会計の時、私たちの前でかなりお年を召されたおばあさんが支払いをしていた。杖ついて手元がおぼつかないせいか、財布を丸ごとレジのおばさんに預けて、こっから出してちょうだいとやってた。で、レジのおばさんが財布から千円札を取り出しておばあさんに見せ、こちらいただきますねと言って、さらにお釣りを見せながら、こちらお釣りです、入れておきますねと財布に入れていた。私はまあお年寄りだし仕方ないねと何とはなしに見てたんだけど、ロシア人ママが目を丸くしてそのやり取りを凝視。支払いの後店を出て、彼女がしみじみ、日本人が正直だからああいうことができるんだわ、財布を丸ごと預けるなんて、あんなこと他の国じゃありえない、日本の素晴らしいところよと感動しつつ感心して言っていた。そばも天ぷらも美味しかったし、こっちが当たり前だと思ってたことで感動してもらえて、私も和んだ出来事でした。これでいいか。某コンビニへ買い物に行った時、白と水色ストライプの制服が意外にも似合う中東系の青年がレジ打ちをしてました。私にレジ板が回ってきた時、いらっしゃいませ、日本語めちゃめちゃ流暢じゃん、ピ120円が1点、ピ430円が1点、こちらは温めますか。あ、はい、お願いします、あと丸番を2つください、丸番2つですねと言い、振り返りタバコを手にし私に確認。これでいいか。え、片言タメ口。その後、生産退店までの間は流暢な日本語に戻っていました。あの一瞬は何だったのでしょうか。